ドイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも、今回は天下一品さんの総本店、久々の総本店さんなんですが、こちらといえばもうね、この総本店さんでしか食べれない限定メニューもある中で、今回選んできたのは意外なところでコロッケ定食食べてきました。で、これね、結果から先に言ってしまうとめちゃくちゃうまかったです。早速ご覧ください。噂のコロッケ定食、はい、コロッケ定食ですね。の、ご飯を第2変更で、はい、ご飯を第2変更で、はい、はい、ラーメンは何のこってりでよろしいですか？何のこってりでお願いします。はい、麺が普通麺と細麺選びました。どうされますか？普通麺で。普通麺で、ラーメンニンニク入れてもよろしいですか？はい、お願いします。はい、ありがとうございます。
はい、というわけでご覧いただきました噂のコロッケ定食、めっちゃうまでした。あの前行ってみたら、こうここのお店だけの限定メニューとか、あとちょっと目を引くような辛いメニューとか、インパクトがあるものが多い中で、まあ、本当定番中の定番ということで、ネーミングもしっかりこうインパクトという意味ではそう、ね、高いあのメニューじゃないと思うんですけど、美味しいんですね。これが本当に行ってみたらね、すごくノーマルなコロッケに思えるんですけど、あの天下一品さんのあのパッティングスープ、ね、まだこうね、舌触りも滑らかな、ちょっと濃厚なスープじゃないですか。この感じとコロッケがね、まあ確かに食べ終わった今だから、まあ、それ合うよなと思えるんですけど、もっと想像以上にね、うまかったです。うん、これはなかなか皆さんもね、食べてない方も多いかもしれませんので、まだという方はぜひぜひね、食べてみてください。多分ハマります。はい、というわけで大満足な噂のコロッケ定食でした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。